オレグ・バシリエビチ・クリサは、ソ連出身で、アメリカで活動するバイオリニスト、教育者。ウクライナ・ウハネで生まれ、リビウにて育つ。6歳からバイオリンを始め、1960年に、モスクワ音楽院に入学して、ダビッド・オイストラフに支持する。モスクワ音楽院在学から各種のコンクールで名前を轟かせた。音楽院卒業後、 キエフフィルハーモニーのソリストとして活躍するが、その後、再びモスクワに出て、ベートーベン弦楽四重相談の第一、バイオリン奏者として活躍する。また、教育者としては、モスクワ音楽院、クネーシン音楽学校の教授を歴任した。1988年に、ペレストロイカ期のソ連を離れて1989年に、アメリカに移住し、 イーストマン音楽院の教授を務める。2009年には、東京芸術大学客員教授の職も務めた、ウクライナ国家芸術アカデミー会員、リビウ音楽アカデミー名誉教授、なお、クリサの名を冠したオレグ・クリサ国際バイオリン、コンクールが設立され、その第一回が、2013年に、リビウで開かれている。また、チャイコフスキー国際コンクールほか、 多くのコンクールの審査員を務めている。なお、クリサは、ソ連時代の音楽の紹介に努め、アルフレート・シュニトケ、シルベスト・ロフ、アルチョー・モフラの初演を行っている。また、録音活動も活発で、これまでにリリースした CD は50枚を超える。ありがとうございます。